太閤寺は、香川県水戸市にある新言州全通寺派の寺院である。小松大山、不動公院と合す。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所霊場の第六十七番札所。本尊新言、おんころころ仙りまとう日総和かご栄華、上を岸、正松寺を、超無れば、法の教えの風ぞ吹きぬる自伝によれば、天平十四年に、 東大寺の末寺として建立された。その後、最長の影響で天台宗となる。火災により消失していた書道を佐賀天皇の直画によって空海が後任十三年に現在地より北西約一キロメートルに熊野山書権源を鎮護する令状として再興し、また本尊に薬師如来と脇地に不動明を飛び射門天を刻んで道を建立し安置したという。 その後も、東大寺の末寺として、新言二十四坊、天台宗十二坊の騒動が連ね、空海と最澄の教えを修行する道場として栄えた。しかし、天正年間に、長祖壁元地下の陛下によって、本堂以外を消失。慶長年間に再建されたものの再び消防。本堂は、漢方元年に建立された。また、境内南側の熊野三所言元,元は、 明治の神仏分離までは、当時住職が別当を兼ねていた。昭和の末までは、地元でもっぱら、正末お寺と呼ばれていた。小さい川を渡り、二王門をくぐると、石段があり、九十四段上り詰めると右に、首楼左に、長寿者、正面に、本堂、本堂の左奥に、工房大師堂、右奥に、天台大師堂がある。本堂の向かって、 左側が農協所になっている。なお、本堂の裏側からなら、階段を登らずに本堂に至ることができるが、農協をお願いすると、二王門から入り直しなさいと断られる。境内の東側に一段高くなって、熊野三所権源を祀る祠がある。香川県指定有形文化財三戸吉、指定有形文化財阿弥立水戸吉指定史跡会屋と、く川県指定自然記念物。 香川県保存木鉄道道路、ありがとうございます。